鳥山赤炎、今弱画と俗百期より、大魔寺大魔時、大火事は、夕方の、薄暗くなる、昼と夜の移り変わる時刻。黄昏時。魔物に遭遇する、あるいは大きな災禍を被むると信じられたことから、このように表記される。合う魔が、字、合う、魔事ともいい、黄昏時のことで、古くは、クレムッツや、鳥の国ともいい、現在の十八時頃のこと。 黄昏時は、木が太陽を表し、蔵が暗いを意味する言葉であるが、おうこんや、気こんとは読まないのは、誰かれ字とも表記し、そこにいる彼は誰だろう。よくわからないといった、薄暗い夕暮れの辞書をそのまま言葉にしたもので、あるのと、漢字本来の夕暮れを表す文字を合わせたものだからで、ある。読んで字のごとく、大間時は、何やら妖怪。 幽霊など怪しいものに出会いそうな時間、大火事は、著しく不吉な時間を表していて、昼間の妖怪が出がたい時間から、いよいよ彼らの本領発揮といった時間となることを表すとする。大間時の風情を描いたものとして、鳥山石炎の根尺がぞく百鬼があり、夕暮れ時に実体化しようとしている、魑魅魍魎を表している。昔から高いと現実をつなぐ。 時間の境目と伝えられている。この時刻に魔物や妖怪がうごめき始めて災いが起きると伝えられていた。柳田国夫も大間が時に触れて黄昏時もまた誰ぞ彼の意味だが単に言葉のタワれではなく元は化け物に対する警戒の意を含んでいたように思うとしている。柳田国夫によれば大曲が時と同義語にガマガ時があるが これは、岐阜県飛騨地方の方言である。柳田はその他、黄昏を意味する地方語をいくつか挙げるが、それらは、人の顔がはっきり見えない自分から由来するごと、説明があるだけで、間に合うことには触れていないただ、東方地方で黄昏を思わん時というのも、やはり山の弱が出て歩く時刻だというから、思わぬ字の儀であったらしく考えられると付け加えている。元来、 和語、まが時は、まがまがしい時イコールまがまがしい時のことで、漢語の、まとは、無関係な語である。従って、ここの説明で、漢語の、まと関連している説明は、元来の和語、まが時とは無縁の、構成における歪み説である。さらに、あうイコールあフと、大イ,イコールオフは全く異なる言葉であり、大まじイコールあフまが時は、構成における歪み説の典型である。 事象の説明なので、典型的な事象例を挙げて説明する。黄昏は、1日のうち日没直後、雲のない西の空に、夕焼けの名残の赤さが残る時間帯である。西の空から、夕焼けの名残の赤さが失われて、藍色の空が広がると、マガトキイコール火事という時間帯に入る。和語、オホマガトキイコール大火事とは、 和語、まが時の時間帯のうち、西の空に深い藍色が広がり、さらに闇が近くなって、まがまがしさが勝った時間帯のことである。古来から日本にある民間信仰の古神道は、縄文神道ともいい、縄文時代にはすでに、死生観から命や神霊の存在が信じられてきた。その世界観において、現世とと世よという神域であり、死後の世界が、 存在すると信じられていた。空間や時間の様相の特徴的な部分は、神域につながるは境いと考えられており、自然の山河の山や森や水平線や滝などから地形の峰や坂や谷など、がらりと風景が変わる場所が、神域へ誘う場所と考えられ、1日の時間もその特徴的な部分を神域とのは境いと考えていた。また、日本初期や、 万葉集などの記述には、床よは、上夜という二つの要素があり、神の国は、永遠で時のない世界であるとしたが、時がないことは、夜か昼のどちらかになってしまうので、昼の床よと夜の上夜に分けていたと考えられる。上夜は、光線の国や災いをもたらす、いわゆる地獄のような場所で、荒ぶる神が住まう場所と考えられた。ありがとうございます。